川です。今日はですね、春に向けてザラでお買い物をしてきたので、こちらを紹介しようと思います。じゃあ1点目はこちらです。ちょっといつもの私とは違う感じのワンピースを選んだんですが、こんな感じのシルエットは私持っておりません。ネットとか見てたらミニタイトワンピが多くてすごい可愛いなと思って買いました。で、素材がね、めっちゃ可愛いので、黒とグレーもあったかな、確かなんですけど、ちょっと白持ってないから S サイズを一応選んで、素材伝わるかな、ちょっとこれなんて言うんですかね、ニットのなんだろう、柔らかい感じで 153S でこの感じの丈感です。意外と透けない、上も黒いキャミを今着てるんですけど大丈夫そうってことで、ちょっと黒も気になってますね。こちらハイネックな感じがとっても私は好きで、お気に入りのポイントです。腕もさ、そんな太く見えない、この丈感、なんかもっと短かったらやっぱ多分太く見えるから、とってもちょうどいい丈感な気がしております。このブーツがちょっと今回のお買い物で一番お気に入りっていうんですか、当たりと言いますか、だいぶもうね履いちゃいました。毎日ぐらい履いちゃってるんですけど、ロングブーツを買いました。なんか前までもうロングブーツ持ってたんですけど、ちょっとねもう古くなったし、形もちょっとカジュアルめだったから、ちょっとこの大人っぽい形がいいなということで、この形をチョイスしました。リアルレザーのブーツです。ヒールは8センチ、8センチなんですけど全然あの負担にならない、なにぴったりしすぎてないので、足にすごいなんだろう、細見えもするし、あとは今私はスキニーとかに合わせてこのロングブーツを履いています。すごい大人っぽいコーデにねなるから、お気に入りで最近めちゃくちゃ履いております。何より楽ちん。はい、2着目こんな感じです。はい、トップスから紹介するんですけど、こちら珍しくですねオレンジをチョイスいたしました。こちらが1590円のトップスなんですけど、よいしょよいしょ、こんな感じ、めちゃくちゃあの伸びる、6色展開なんですけど、オレンジをチョイスしてみました。こちらもちょっとハイネックになっておりまして、こちらノースリーブなんですが、めっちゃ着やすいです。伸びる感じで、ちょっとデニム合わせをしてみたんですね。ちょっと夏っぽいでしょ。はい、こんな感じでデニム合わせをしたくて、こちらオレンジにしてみました。これは後で黒とかも買いたいなって思ってます。暖かくなるとね、ちょっと明るめの色とかカラーものが着たくなるなって感じで、今年はオレンジとか赤とかピンクが絶対着たくなるんじゃないかなと、あの自分で予想してオレンジを買いました。まあ、オレンジってちょっと元気系な感じになっちゃうので、それはちょっと私はしたくないから、したくなくて大人っぽくも着たいので、こういう感じでちょっと大人めな、なんか暗めのデニム合わせとかで着たいなと思っております。お次がこの履いているパンプス。じゃーん、めちゃくちゃ歩きやすいです。びっくりした。この私はスリングバックシューズっていうの、いい感じでこのかかとに、なんていうの、パンプスではなくてスリングバックのタイプが私はとても好きでして、歩きやすくて好きなんだけど、ヒールが10センチあるんですけど、全然あの今のところですけどめっちゃ歩きやすいです。こういう感じでデニムで合わせたらちょっと大人で、ホワイトだからちょっと春っぽくて可愛いかなということでホワイトをチョイスしております。ちょっとね、今年はこのタイプスリングバックシューズをなんかいろんな色欲しいなと思ってて、黒は確かお家にあるからシルバーとか赤とかを買いたいなと思ってます。お次、問題のねデニムです。じゃーん、こちらネットで買ったんですけど、でいつもザラのデニムは32インチだと割と履けることが多いので、32があったから買ったんですけど、だいぶ長かったですね、これ。こんな感じでウエストもねちょっと大きいんだけど、まあ
ウエストはベルトとか今も止まってるから大丈夫だなって感じで、デニムはいつもこういう場合私は自分で切っちゃうので、あの今から切ろうと思います。切ります。2人長さまで曲げて、私何個か自分で切ってるんですけど、多分左右違ったり全然する。こんな感じでちょっと切ろうと思います。どうかな、どう、お、お、いいんじゃないか。じゃん、どうですか。ちょっとさ、切りすぎたかなってちょっとだけ思ったけど、今ヒール合わせしてるんであれなんですけど、フラットシューズとかスニーカー合わせもめちゃくちゃ良さそうな丈感にはなりました。今はね、断面がまださ、こんな感じで、あの糸がね出てきたらめちゃくちゃいい感じになるから、ちょっとそれまでね履いてあれしようかなと思います。デニム自体のデザインがめっちゃ可愛いので、この春めちゃくちゃ履けるんじゃないかなと思います。はい、はい、お次はですね、こちらのワンピースです。じゃーん、またちょっとショート丈のワンピースで、先ほどのヒールを合わせました。で、こちらのワンピースが4390円で、S サイズを着ております。素材がね、春っぽくてね、可愛いんですよ。ポリエステルとかリオセルっていう素材、伝わるかなこれ。こんな感じでめっちゃね伸びる感じの、若干この透け感がある感じの素材で、めちゃくちゃ着やすくて、だいぶ春素材ですね。これにロングブーツでももちろん可愛いですし、私はちょっと綺麗めなコーデに今回したくて、こんな感じでこのシューズを合わせました。でこれは長袖なので夏前まで寝たいなって感じです。で、結構薄手だからアウターとかに結構合わせやすそうな感じです。ちょっと低身長ですので、こんな感じで合わせました。いかがでしょうか。じゃあこんな感じでザラの購入品を紹介しました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。またね、ザラの新作もどんどん可愛いの出てたので、また私もチェックしてみようと思います。では見ていただきありがとうございました。バイバーイ。